こんにちは、りょうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、もうちょっとね、5月には入ってしまったんですが、4月に買ってよかったものということで、紹介させていただこうと思います。一応ですね、洋服4点購入いたしまして、先日の、ね、動画にアップしたものも含まれているんですが、まあ、オーラリーの新作だったり、問い合わせが多いね、GU のスラックスだったり、ございますので、それぞれね、1点ずつ着用して紹介したいと思いますので、ぜひね、本日も最後までご視聴いただければ嬉しいです。それではね、本日も行ってみましょう。はい、それではね、4月購入して良かったものを1点目ということで、こちらになります。GU のですね、パンツになるんですけど、商品名スーパーバギースラックス丈標準というもので、色は黒、サイズ M、2990円となります。こちらなんですけれども、先日の小森のレイヨンシャツだったり、その前の動画でも着用していたんですが、その履いてるパンツなんですが、シルエット綺麗ですねということで、かなりね、コメントいただきまして、なかなかね、ここまで、同じパンツで問い合わせが多いのもなかなかなかったので、これはね、ぜひご紹介したいなということで、紹介させていただきました。在庫の方もまだね、オンラインに残っておりますので、概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。特徴なんですけれども、何よりね、これ EC ケアがめちゃくちゃ楽で、そのままね、着用して洗濯機に入れて、そのままもう、乾いたら綺麗な、シルエットになっているということで、これはね、めちゃめちゃ、イージーケア楽でおすすめです。で、シルエットもね、ドレープ感があって綺麗ですので、まあ、後ほどね、履いてみるんですが、シルエットも綺麗なので、ぜひね、気になる方は購入検討してみてはいかがでしょうか。ではね、ちょっとね、早速履いてみたいと思います。はい、それではね、早速着用してみました。こちら、GU のスーパーバギースラックス丈標準というものでございます。私、身長172センチで、黒 M サイズを購入しております。価格も2990円になります。生地の厚さなんですけど、薄すぎず厚すぎず、本当にちょうどいい生地感で、ちょっとね、真夏はちょっと厳しいかもしれないんですが、その分ね、ギリギリ秋まで使えそうな、ペラペラじゃないんですよね。結構、生地もしっかりしているのでおすすめです。で、こういう感じでワイドで、かなりサラサラした着心地でございます。これはね、本当に気に入っていて、もうかれこれ10回以上は洗濯してるんですけど、全然ね、こう、さすがにちょっとプリーツが消えてきているんですが、洗濯してね、全然劣化とかもなく、めちゃめちゃね、コスパいいので、セールもしなれば、色違いのグレーなんかをね、購入しようかな、なんて思っております。はい。でね、こちらが、GU のスーパーバギースラックス丈標準というものでございました。はい、それではね、4月購入してよかったもの2点目、こちらになります。こちらも、動画内で何度か着用していたんですが、オーラリーの 24SS 新作のウールシャツでございます。はい、こちら商品名がスーパーファインウールストライプシャツというもので、カラーがサックスブルー、サイズ4番、M サイズ相当ですね。で、価格がちょっと高いんですけど、税込み5万2800円となります。こちらもね、何より試着して気に入ったのが着心地なんですよね。まあ、一番細い、細番手のウールということで、スーパー180という高級なウールを使っていて、まあ、何より着心地、軽さを追求したということと、あとね、生地の段階からウォッシャブル加工をしているので、自宅で洗濯可能ということで、この辺もね、惹かれて購入いたしました。ちょっとね、やっぱりどうしてもね、5万超えのシャツってことで、僕自身もあんま買ったことないんですけど、これに関してはね、欲しかったブルーのサックスストライプのシャツということで、ちょっとね、購入してしまいました。こちらも、過去の動画で着用はしたんですが、もう一度ね、着用してみたいと思います。はい、それではね、オーラリーのスーパーファインウールストライプシャツ着用してみました。いかがでしょうか。私身長172センチ、サイズ4番ですね。M サイズ相当を着用しております。結構ね、このスタイルで動画撮っていることが多くて、ここ最近めちゃめちゃ気に入っているんですが、やっぱりね、このスーパー180のドレープ感と、あとサイズ感ですね。このちょっと大きすぎず、小さすぎず、このオーラリー独特のサイズ感がね、めちゃめちゃ気に入っております。あとまたね、また自宅で洗濯可能ということもね、できますので、こちらもね、いいんじゃないかなと思います。まだね、残っているところはあると思うので、もしね、気になった方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ではね、続いて、商品ご紹介したいと思います。はい、それではね、こちら先日動画にしました、小森レイヨンオープンカラーシャツですね。こちらカラーチェック着用しておりました。
こちらに関してはね、先日動画で細かく紹介しているので、まあ、ざっくりのご紹介になるんですが、サイズ、定価がね、41,800円で、小森のね、春夏の人気商品になっております。レイヨンのシャツでございます。今回ね、こういう感じでちょっとなんか、ボタン開けて、ダラーっと着てもね、結構かっこいいんじゃないかなということで、こういう着こなしもね、結構好きです。もちろん、ここ閉めてね、ぴったり着てもかっこいいとは思うんですが、こちらね、サイズ感が結構難しくて、まあ、それも前回の動画でちょっとお話したんですが、サイズ1番と2番結構迷われる方多いと思うんですけど、1番にするとですね、この辺が結構きつくなっちゃうんですよね。なので、まあ、同じくらいの身長体型だったら、まあ、2番を選んでいただいた方が無難かなと。もしね、選択しても若干縮んだりする可能性もあるのでね、それもね、考慮してサイズ選びしていただければと思います。ではね、最後、商品のご紹介いってみたいと思います。はい、それではね、4月購入して良かったもの最後4点目ですね。今回ちょっと目玉というか変わり種にはなるんですが、こちらになります。ダブレットのテンバイヤー T シャツっていうね、商品になります。まあ、洋服好きの方ならご存知かと思うんですが、先日ダブレットと、コンバースの、ね、コラボのスニーカーが出たんですよ。ちょこの辺もしあれば画像を貼っとくんですが、オールスターとジャックパーセルがね、ドッキングして厚底になったスニーカーが出まして、その記念に作られた T シャツでございます。まあ、あんまり僕、年齢的にもプリント T って買わないんですが、これなんか面白いなということで、ついね、衝動買いしてしまいました。あとはね、小森のレイヨンシャツなんかにもね、合うんじゃないかなと思って買ったんですけど、何これデザインがなんか惹かれちゃって、ここにね、なんかスニーカーの袋持ったちょっと怪しい人が立っていて、ちょっと古着風のロックティーみたいな感じでテンバイヤーって書いてあるので、まあ、たまにはいいかなということで購入してみました。さあね、こちらも、合わせて着用してみたいと思います。はい、それではね、ダブレットのテンバイヤー T シャツ着用してみました。ちょっとね、コモリのレイヨンシャツと合わせたかったので先に着用してみたんですが、サイズ感はね、172cm 普通体型で M でめちゃめちゃちょうど良かったです。このね、感じいいなということで、ちょっと古着系の合わせをしたくて、買ってしまったんですが、あんまりね、プリント T 着ないんですけれども、まあ夏場はね、いいんじゃないかなということで、今回ダブレットを購入してみました。ちょっとスニーカーの方はね、買えなかったんですけど、テンバイヤー T シャツだけね、購入したので、もしね、今もうちょっとさすがにこちらに関しては売ってないと思うんですが、もしね、フリマサイトなどで購入する方はね、僕と同じぐらいの方、身長でしたら全然 M ちょうどいいと思いますので、ぜひね、検討していただければと思います。ではね、最後こちらのご紹介でございました。はい、それでは皆様、4月購入して良かったもの4点ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。こういう形でね、購入品紹介まとめて、月末にね、やれたら5月もやりたいな、今後もやりたいなと思いますので、ぜひね、よろしければ、高評価等お願いいたします。また引き続き、まあ、小森の新作だったり、その辺のね、小森関連の動画も日々アップしていきますので、よければね、チャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。それではね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。